美味しい。美味しいね。美味しいとこ荒いね。そう。はい、皆さんこんにちは。バリ島旅行の味方、カイリです。こんにちは、ヤヤです。バーサミはアキです。はい、今回の企画はですね、3人でですね、誰が一番辛いものを早く食べれるか勝負したいと思います。バリ島旅行の味方スタート。ということでですね、今回はバリ島のものじゃないんですけど、韓国産のこちらのサヤンから出てるクルダックンポップンミョンですねをみんなで、食べていきたいと思います。で、これめちゃくちゃ辛くて、この前も動画で食べたんですけど、あの吸ったら終わりなんですよ。吸った瞬間もうむせて終わるん でしかも今回その2倍辛いやつ、前回よりも。じゃあ早速作っていきましょう。レッツゴー。もうこんな感じでね、もうめちゃくちゃ赤いんだ。もう匂いもね、もう辛いよね。辛いよね。You ready? Yes. Ready. Ready. I am ready. Okay. Tiga, dua, satu, start. Oh yeah, yeah.美味しいとこ荒いね。そう。うん。なんか、こんな。やばいやばい。ヤヤンがすごいんだ。小さいよね。ダメじゃん。同じ。早く早く早く。飲み物ありますか？あるよ。すみませんね。Pedas sekali. Tapi enak. Masih banyak ada ya? Iya, masih banyak. Harus habis. Harus habis. Pedas sekali. Ini mungkin level extra plus level ya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Makan kamu pun banyak. もうあの競争じゃなくて食べきるっていう目標に。ということで今回は僕が一番でした。オーケー、バイ、またね。バリ島旅行の味方、カイリでした。ありがとうございます。しゃくれんっていうのがってなんないで、もうずっとここでなってる。痙攣してんの。で、なんかキリキリするんだよ。勝ったけど負けたみたいな。そう、あの
勝負には勝ったけど試合には負けたかっていう。